どうも、ピッチピッチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト3実況プレイパート17始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで探索してたんですけど、まあ、いろいろありまして、今ここです。ここはアリア藩ですね。ということで、これないんかな？どうやってここないんやっけ？うん、せっかく、鍵がありますのでなさそうやな。すごい雑な探し方なんですけど、牢屋の鍵使うとこちょっと回ったりねしようかなと思います。探索はちょっと途中なんですけどね。でお城にはある気がするんで多分うろつきたい。うわ全然覚えてへんな。結構あった気がするんやけど、これであれか、ランシールも、あ、ここあったんや。やったー。アサシンだが、これ絶対装備できんやつやん。風神の盾、あ、いいねいいねいいね。それはなんか良さそう。うん。アサシ、あ、できるけど、あ、ドリームは、装備して良さそうか。いや、このルーンスタッフが強いんか、単純に。じゃあ、ドリーム交換して、装備すると。で、風神の盾と。魔法の盾買ったとこやのにな。まあいいでしょう。まあ普通やったらね、そのなんていうの？もっと盾持てる人がね、おるはずやもんね。で、皆さんはどこどこ、違う、そんな話しよったんじゃなくて、ランシールか、の、一人で挑むやつも挑めるようになったわけですね。もう、鍵開けれるから。まあ、そこはまだまだ行かないけど、あと、結構宿屋とかいろんなとこ、旅の扉くっついてるやつあったじゃないですか。それがうろうろできるようになったと。あとなんか覚えているとこあります？なんかここのロマリアから、東のこのポルトガトの国境のとこ。行き過ぎたか。あら？あららそこだけはちょっとここね、覚えてるけど。ここ。あれ？あ、じゃあこれか。はい、何？あ、旅の扉やん。これどこに出るんやろ？でも行ったことないとこよね。見たことないとこ。うわ、どこやこれ。ここにもあるか。なるほど、そういうとこね。一回外に出てみて、ちょっと確認しようか。ああ、そんなとこですか。じゃあここ自体に出ることはって感じか。はい、ブーリンレベル上がりました。あ、ヒッピーしか上がらんかったなぁ。いいね、メラミ、インパス。いやー、それにしてもさ、全員どこはちょっと切れそうよね。毒消しそうももっと持っとくべきか？オッケー。よし。うん、じゃあ左から来たので、上の旅の扉ちょっと入ってみましょう。さあ、これはどこだ？あ、また繋がってる。これどこやろ？あー？イン。値段帯で考える。あ、これでもあれじゃない。これあれじゃない？バハラタの上の。ああ、そうよね。ここってさ、夜に来た方がいいんじゃなかったっけ？ここはオリビアの岬。嵐で死んだ恋人を思い、オリビアは身を投げました。しかし、死にきれぬのか、通りゆく船を呼び戻すそうです。もし恋人エリックとの思い出の品でも捧げれば、オリビアの魂も天に召されましょうに。噂ではエリックの乗った船もまた、幽霊船として船をさまよっているそうだ。なんか骨があればなんちゃらとは言ったけど、思い出の品ってなんなんやろ。そう、ここの話をさ、結構、まあ前も言ったんですけど忘れてて、別に夜にせんでもなんか情報得られたね。夜にしたらどうなる？今は何も起こらない。別に何もないかもしれへん。勝手にそう思ってただけかもしれへん。で、あ、間違えた。元に戻っちゃう。この上の旅の扉？これがちょっとどこに行くんかも見てみよう。どこやこれ？これどこ？これどこ？ここも旅の扉。これ普通に教会でしょ？なんか変なとこ出たな。ここ探索してみる？ついでやし。ちょっと待って、覚えとけるかな？ちょっと待って。ここは。あ？これさっきおったとこやん。繋がったっていう感じね。なるほど、なるほど。いらんくない？じゃあこの通通のここと。いらんくない？じゃあここもまた敵強いんじゃないの？上から行ってみるか。こう埋める感じでマップを。あ、箸あるよ。渡っちゃっていいのかね？ガメゴン。ガメゴンは魔法の方がいいんじゃない？なんかそんなイメージ。守備力。あら、そう、いや、うん、聞きはするか。いや、聞きにくい。いやー、マイキやめて。そこそこに寝たな。いや、あんま聞かへんな。キャドとかの方が効くかな。どうやろう、ちょっと物は試しハード。メラミとかどう？ああ、いいね、いいね、いいね。メラミって聞きやすかったりもするんかな。じゃあ、まあ、2人ともメラミ覚えてるんでね、もう、どっちかの当たればいいね、みたいな気持ちで、やるか。オッケー。結構ヒッピー。じゃあ、経験値すごいんじゃない？ん？船そんなとこにあるね、左上ね。今そこでしょ？で、この周辺なんもないから、もう、下まで行っちゃっていいの？このまんま左下の方向に、何かを探す感じか。あーあー、魔法ババー。夜になっちゃったよ、魔法ババー。どうしよう、ギラで。やだな、魔法怖いな。どんな魔法してくるやろ。メラゾーマとかやめてよ。あ、ベギラマか。いや、嫌なんやけど、めちゃくちゃ。二人からのベギラマって、めちゃくちゃ嫌よね。二回攻撃じゃないからいいけど、こっちが素早かったらなんとかね、ダメージ食らわんと勝てそうではあるけど、向こうの方が素早いみたいなんで、痛いですね。で、夜になっちゃったと。うん、オッケー。いやー、怖い怖いコング。スクルトかけてればもうね、強いんですけれども。あ、城あるやん。え、こんなとこに城あったっけ？こんなとこ城あったっけ？めっちゃ夜に来ちゃったけどさ。すごろく券かーい。多分城は空いてへんから。あ、なになになに？これ、手に汗握るのとこ？サマンオサ、城下町が誇る格闘場へようこそ。さあ、手に汗握る格闘スタジアムはこちらだよ。どのモンスターが勝つか。一回だけやるか。あー、こんなんスカイドラゴンにかけるよ。スカイドラゴンにかけるよ。さすがに。スカイドラゴンはだって強いもん。頑張れ、スカイドラゴン。いいね、強いね。でも3人が集中狙いする可能性もあるって思ったけど、死体同士でやり合ってくれてるね。痛い。あ、いいね、もう餌カルカエン。こんなん強すぎる。あ、いいね、いいね、いいね。やり合ってくれ、死体同士で。痛い。いいね、燃え盛る火炎めっちゃ吐いたらいいと思う、私。お、一騎打ちになったよ。よし、これで落ちる。やったー、おめでとう。配当金は306ゴールドだ。次の試合にかけません。やったー、ちょっと増えたね。もうね、特にやらないです、モンスター闘技場は。多分。この組み合わせでは、こっちが勝つ確率はこう。話しかけないでくれ。今データを取ってるんだ。ギャンブルはデータ。データが全てなんだよ。まあ、そうなんかな。競馬とか全然分からへんからさ。残りあと170ゴールドか、掛け札1枚分しかない。これで外れたら無一文。やるべきか、やらざるべきか。でもさっきの試合はやっとくべきやったと思うで。いや、絶対にスライム A だ。何言ってんのよ、スライム B に決まってろよ。え、その試合はとっくに終わったってかーん。ああ、同じ会話やった。そもそももうなんか腐った死体とかやったよ、試合ね。わしは騙されんぞ。格闘場など作って政治の不満から目をそらそうとしてもな。第一ギャンブルで一番儲かるのはいつも胴元と決まっているもんじゃ。とかなんとか言って実は結構楽しんでかけたりとかしてるんじゃないんですか？え、ここ何やったっけな。ほんまに。広ない？ここが一番下？大丈夫？じゃあちょっとお邪魔しますね。いい鎧っすね。あ、店か、ここ。お客さん間違えたね。向こうへ回っておくれ。そっか、じゃあ、別に上がれるようにせんでも夜やったらなんかとかっていうわけじゃないんやね。店じまいでした。まあ夜やもんね、そらしゃあないわな。じゃあ帰って寝たらいいのにね。もうこの町を出ていくしかないのかな。なんでよその町へ行くと言ってもおじいちゃんを連れて行くのは無理でしょうし。ああ、困ったわ。どうしたんどうしたん。ふがふが。ここどうやら店の者は葬式に参列しているらしい。ここやっけ、なんかキーとなるとこ。力の種やったー。誰が持ってる？なんかのりこ、ラックの種。ドリームが一番低かったよね、確か。違うっけ？違う、僕や。僕やったわ。なんかさ、乗り込んだ記憶があるんやけど、お城にさ。それって3の話やったっけかなっていう、ちょっとごっちゃごちゃになってて。あったあったあった。やとしたらその城って多分ここなんよね。あれ？これ向こう側どうやって行くの？なんか入れるとこあった？これ？あれ？見えてるだけ？そこの部屋。あ、いや、普通にここ、出入り口あった。しかも何もないし。あ、イベント進みましたね。天に増します。我らが神よ。戦士、ブルナンの冥福を祈りたまえ。アーメン。ブレナン。あんた、なんで死んだのよ、ブレナンよ、お前はいいやつだったのにな。王様の悪口を言っただけで死刑だなんてあんまりですよ。これじゃおちょうち商売もできませんよ、ああ。はい、王様がちょっとおかしいんや。ねえ、もうお父ちゃんは帰ってこないの？どこかへ行ったの？ちっちゃい子なんや。お父さんはね、さあ、皆さんの手でブレナンを神のもとへと運びましょう。こんな夜中でごめんって。なんかあれやもんね、その仕事とかでなんか誰かを守ったことによってじゃなくて王様の悪口を言って殺されたとかでしょ。それはなあ、どうしてこんなことに夫もさぞや無念だったと思いますわ。そりゃあね。でもちょっとお墓は調べさせていただきます。数多いけどなんかあったかな。あー、でもここってオーブあったんかな。オーブの力でやったあれかな、なんか王様がおかしくなっててみたいな、うん、そういう感じやったりしたかな。いや、まさかなんていうか今回のパートでまた全然違う町でイベントを進めることになるとは。誰や墓にすごろく券をお供えしたの。だとしたら確かね、夜に乗り込まなあかんのじゃなかったっけっていう感じないけど違うかな。お、暴れますね。昼やったら誰かいるんかな。で、教会ですね。わしは若い頃からの王を知っておるが、今の王があの王と同じ人物とは思えんのじゃ。一応表に出てる部分は同じ人やけど様子がおかしいっていう、そういうことね。城どこにあんのこれ。お城で宿やね。あ、もう帰ってきたね。この人話したっけ。グーグーしたかどうかも分かれへん。あれ、なんか絶対お城あるよね。どこだ。はいはいはい。私はサイモンの息子。行方知れずになった親父を探して旅をしているサイモンが、なんかガイアの剣の人やったかな。噂ではどこかの牢屋に入れられたと聞いたのだが、あ、あれじゃないか、海賊のところに牢屋閉じ込められてた人いたよ。かわいそうになんかしたんかな。なんか夜、夜ばいする感じじゃなかったっけ。確かここの王様ね、夜入れるんやったかな。あ、ここ入れそう。壺調べよう、ちょっと。あ、血だる。結構手に入るね。いいですね。もぐもぐぐ。ゲホゲホ。すまん、このことはどうか。王様には、このところちゃんとした食事をとってないんだ。だからつい、そっか、食事もまともに与えられへんのや。ひ、王様なりとぞ許しを。グーグー。あー、神様、今日も命がありました。アーメン。もう、みんな怯えて、だから引っ越したいっていう風に言ってるんか。なるほどね。王様に奪われてきたのか。はい。嘘をつくな。お前のような奴が来るなど知らされておらぬ。ここはサマ王さんの城だ。王様、あれ、王様多分どっかで寝てるんかな。この人違うよね。王様はすでにお休みのはずだ。あ、その左のどっかから入れそう。なるほどね。王様はとっても立派な方ですわ。おほほほ。寝てるのにまだ踊らなあかんの大変すぎじゃない。王様のためなら私たち何でもいたしますわ。おほほほほ。かわいそうに。リズムもなんか狂っちゃってるけど。え、ここ入れる意味。すやすや。あの階段どこなんやろう。あ、地下がある。地下牢かな。ここは牢獄、立ち去られよ。今は来られへんのか。ここに捕まってる可能性ももしかしてある。あれ、ここから登って、ちょっと待ってよ。噂では魔王というものが世界を滅ぼそうとしているらしい。もしかして王様は魔王に心を打ってしまわれたのであろうかって思うほどひどいっていう、そういうことね。あ、こっから降りていくんか。なるほどなるほど。で、こっから入って、なるほどね。ちょっと今はその勇気がないな、ちょっと戦う勇気ね。まだちょっと、レベル的に厳しいんじゃないかな、どうやろう。もしかしたらここ、いや、でもここ結構後の方な気するな。行くの複雑やったしさ。多分やけど、どっちかっていうとジパングの方が、さっきの可能性あるから出ちゃいます。で、ここに出るんか。なるほどね。うん、まあ、あらかた話したな。ちょっと休憩でもして、道具屋さんあったじゃないですか。これどっから出んの？ここか。行こうかな。なんかちょいちょいこうやってさ、探索して、話聞いたりいろいろしようけど、ちゃんとストーリー、まだ進めれてないよね。あとはなんかどっちかというと戦いに行くだけを残すだけみたいな感じになりよるけど、ちょっとじゃあお泊まりします。80円高くなってきましたね。いや、もうええのか、いなくなってる。じゃあちょっと武器屋さんとか行ってみる。ここはサマオさんの町です。うん。多くの人たちが毎日牢に入れられたり死刑になったりしているんです。昔はお優しい王様だったのに、どれぐらいからなんやろうね。ここは道具屋です。道具屋はいっか。で、ここやね。ここのお2階。あんたも命が欲しいならお城には行かない方がいいよ。なんかお城の方がね、やばそうやったもんね。魔王が世界を滅ぼすなんて噂もあるし、長生きなどするんじゃなかったわい。いやー、でも、長生きはしててもいいと思うけど、どうなの？滅ぼされる方が嫌っていう、そういうことなのか。裁きの杖。賢者かな？裁きの杖。あー、ゾンビキラーが強いね。わあ、鉄仮面強い、カエル。袋に入れといて、テクルスばっかり強くなっていくなぁ。なんかどっかの町にもっと魔法使いちゃんが強くなるようなのがあればいいんやけどな、いろいろ。使わない。おそらく木の帽子が、そっか、鉄仮面になるんやったら強くなるわな。まあ、テクルスがね、戦闘でみんなのことを守ってあげればいいもんね。まあ、じゃあ、サマンオサは、さておき。ねえ、もう、父ちゃんは帰ってこないの？どこから行ったの？何歳くらいになるんやろうね、こう、まだ、わからないってことは。ここって結局、あ、いるね。ここだけの話、王様がおかしくなったのは変化の杖のせいだ。俺はそう思うんだが、あんたどう思う？あ、変化の杖、ここか。はい。やっぱりな、あんたはそう言うと思ったよ。ところで、バシルーラされた仲間、ルイーダの酒場に戻るって話だぜ。なんでこの、ちょっと違う情報をよこしてくんのちょっとおもろすぎやろ、違う。全然関係ない情報もよこしてくんの。そっか、ここまだ強いと思うし、できることちょっとやっていきたいんやけど、まだ行ってないとこ埋めるもよしやし、一回じゃあちょっと、アリア藩に行って、海賊のとこあるじゃないですか。あれの地下の、あの人にちょっとお話しするのを今日はやっていこうかな。テドンのオーブを取りに行くもよかったけど、グリーンランドじゃなくて何やったっけ、マーマンライン初めてよね。なんていう名前やったっけ。グレムリンじゃなくて、グリーンフレークは違う。それはドラゴンクエスト7や。右上のね、北の方にあったおじいさんがいるっていうところね、そこ行ってみるもよしやし。なんか、ほんまにいろいろ行けるね。急にね。でもなんか、迷子にならず、うわ、やめてや。順調になんか進めれてる気はする。どうしようかな。ヒャド。これで落ちるんじゃないかな、全員。ちょっと、ヒャドに期待してるんですよ、あなたたちも。ヒャダルコとかその辺ってまだなんかな。オッケー。さあ、テクルスももうぼちぼちまたレベル上がるような頃になってくるんじゃないかなとは思うけど、どうやろう。あー、夜になったら困るんよね。行き過ぎた。そんなことしてるから夜になっちゃうんや、きっと。頼む、夜にならないでくれ。夜にしてから来たらよかったかな。地獄の鎧って戦うん初めてやったっけなんか初めてじゃない気するな。もうなんか喋ってるから、いいや、皆さん見てください。地獄の鎧とのね、戦闘。あ、最悪、夜になってしまったらこの辺でちょっとうろついて頑張って、昼にするしかねーっていう感じやね。痛いドリームがこのままでは死んでしまう。頑張れみんな。オッケー。ほんまにテクルスはあとどれぐらいで上がるんやろ。王様とさ、最後に会ったんってどこやったっけ。あの、エジンベアやからさ、そこで聞いたきりやから、あ、夜になっちゃったわ。はい、無理やり朝にしました。これ朝よね。なんか段階が結構あるからさ、なんか一瞬ちょっと明るくなったけど、まだ夜やったんで。ということで、どこやったっけ。ここか。焼けれますよ。誰やこれ。夜になると海賊どもが帰ってくるぞ。え、それだけ知っとるわ知っとるがなあ。結構この辺埋まってないね。まあじゃあ次回はまたどうしようかな。とりあえず手丼行ってっていう感じにしようかな。はい。で、どうしよう、その後は適当にまた考えます。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。